女流棋聖戦は女流棋戦の中でも唯一の早碁棋戦で、本戦はテレビ対局ということでも他の棋戦とは違った緊張感があり、毎年始まるのをワクワク楽しみにしていました。挑戦者になれただけでも実力的にはできすぎた結果だったんですけど、タイトル戦で上野先生を相手に勝てたのはミラクルだと思います。最後になりますが、これまでお世話になった先生方や応援してくださった方々へと感謝を忘れずに、これからも精一杯努力したいと思います。